OK さ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。へえ、古代文明か。いいんじゃないか。どんなものがあるのか楽しみだよ。で、どこに行くんだい？古代文明か。いいね、行こうか。そういえば知ってるかい？中東の古代遺跡って猫の絵や発掘物がやたらと多いんだよな。うん、ある意味そうかもな。神の使いって言われてたんだから。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こう。そうだな。まあ席があるならどこでもいいよ。私は。けどおかしいな。話すこといろいろあるはずなのに、いざこうしてみるとなかなか思い出せないよ。だから大したことないんだ、本当にね。だから大したことないって何か言わせるんだよ。嫌われるぞ、しつこいのはさ。まあそうだろうな。さてと、時間も時間だし、そろそろ帰るかい？ちょっと惜しい気もするけどね。まあこんなもんだろうな。それじゃあ一緒に帰ろうか。よく知ってるね。その通りだよ。なあ、もう、だから大したこと、そうだろうな。今日はなかなかいい線いってたぜ。
それじゃあ一緒に帰ろうか。びっくりした。あなたがいるなんて思わなかったから。いつから見ていたの？どうかしたの？ぼーっとして何か考え事？そう。あ、いけない。先生に呼ばれてることすっかり忘れてたわ。ごめんなさい。またね。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。なんか変わったコメディだな。これって面白いのか？まあ見てみりゃわかるか。入ろうぜ。なかなかいいノリしてたな。思わず踊り出しそうになっちゃったよ。そうだな、周りのみんなもそういう様子だったよ。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話し足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こう。さーて、残ってるかな、気の利いた席ってさ。なあ、ここってどれくらいいられるかな。なんだかいろいろ話したいって、そんな気分なんでね。
どうなったんだい？芸術ね、別に大して興味ないよ。別にあまり興味もないからな。さてと、時間も時間だし、そろそろ帰るかい？ちょっと惜しい気もするけどね。今日は楽しかったよ、割とね。それじゃあ一緒に帰ろうか。Aww.